オラフくんは、はい、そのうち東京に出てくるんだっけ？いやー、引っ越したいなーとは思ってますね。したいなーっていう話はしてたよね。まあただ東京かは分からんないですね。ああ、まあまあ近くにって感じ？いやまあでも東京の方がええんかなみたいな。神奈川、埼玉とか。あ、でもここ行くんだったら東京行くかもっすね。みんな東京いるんで。まあなんかその言うてね、隣の県とかだったら別に東京まで30分とかそれぐらいになったりするから。確かに。そう家賃とかそういうのの都合でみたいな人もいるけど、栃木においでよは言えねえな。栃木においでよは言えねえ。オラ君がもう餃子を愛してやまない人だったら、まあちょっと考えて、はい、いやでもミンミンマジでうまかったっすよ。あ、ほんと？はい、美味しいよね。マジでうまかったっすよ、ミンミン。ミンミン以外もね、美味しい餃子屋さんあるから、ぜひね。はい。機会があれば、いっぱい食べてってほしいけど。今日もご視聴ありがとうございました。よければ他の動画もご覧ください。最新動画もチェック。ドズル社の切り抜きチャンネルもぜひ。